デビン・バッセルは、アメリカ合衆国、ジョージア州、スワニー出身のプロバスケットボール選手。NBA のサンアントニオスパーズに所属している。ジョージア州スワニーで育ち、ピーチツリー、理事高校に進学し、シニア時には、ゲームあたり平均21.6ポイント、8.9リバウンドで、地域の年間最優秀プレイヤーに選ばれた。テキサス高大学、ノースフロリダ大学、 ステッソン大学からオファーを受けたが、フロリダ州立大学に入学した。新入生として、ゲーム平均4.5ポイントと1.5リバウンド、ACC ルーキー最高の3ポイントシュート成功率41.9%を記録した。2018年12月17日にシーズン最高の16ポイントを記録した。2019年の ACC 男子、 バスケットボールトーナメントの準々決勝では、オーバータイム残り4.5秒のスリーポイントを決め、バージニア工科大学に65の63で勝利した。2020年のバッセル2年生のシーズンに、ハイリスターターに選ばれ、決勝で、シカゴ州立大学に対して16ポイント、17位のテネシー大学に対して13ポイント、パドゥー大,大学に対して13ポイントを獲得し、 2019年エメラルドコーストクラシックの最優秀選手に選ばれた。シーズンの中盤でのプレーにより、2020年の NBA ドラフトでファーストラウンドの候補とみなされるようになった。バージニア大学戦でキャリアハイの18ポイントを獲得し、54から50で勝利し、続くマイアミ大学戦では23ポイント11リバウンドを記録した。 2020年2月1日にバージニア工科大学戦ではスリーポイント7等中7本すべてを成功しキャリアハイとなる27ポイントを獲得した2月15日のシラキュース大学戦は欠場したがレギュラーシーズンが終了しオール ACC のセカンドチームに選ばれたゲーム平均12.7ポイント5.1でリバウンドでチームをリードしブロック アシスト、スティールを記録した。シーズン終了にあたって2020年の NBA ドラフトにアーリーエントリーすると発表した。2020年11月18日、2020年の NBA ドラフトでサイアントニオ・スパーズから1巡目の11位で指名された。スパーズのロッタリー指名は1997年の NBA ドラフトでのティム・ダンカン以来となる。 公式戦デビューは202021 2020シーズン開幕のメンフィスグリズリーズ戦で19分40秒出場でスリーポイント3投中1投を成功させ3得点、3リバウンド、1ブロック、1ファウルを記録した。ありがとうございます。